どうも、皆さん、こんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。次回のバージョン 2.2 で、後半復刻枠に、孫悟最強候補の復元が来ましたね。実装の時からお世話になった思い入れのあるキャラクターといえます。最近は、アベンチュリーの実装もあり、何かと復元も注目を浴びてる中での復刻でしたね。まあ、孫悟として強いのは変わらないんですが、今の環境にどれくらい適しているのか、話していければと思います。今回は性能のおさらいから強い点と使用する上での注意点、その他に装備の話とガチャの判断について紹介していきたいと思います。性能としては無突無持ちで、光炎水は記憶の素材、異物は芳名とメッセ、先週の復元で使用感を紹介していきたいと思います。それでは解説をしていきましょう。まず復元について簡単に説明すると、バリアを扱わず、味方全体の火ダメを一部負担する特殊なタンクキャラとなっています。孫悟のキャラということで、バリアを一定値付与するのが一般ですが、復元は特殊な方法で味方を守ってくれるっていう感じですね。それではスキルについて話をしていきたいと思います。復元の中心部分となるスキルについてですが、急患の陣を発動し、復元以外の味方が受けるダメージを 65% 負担してくれます。しかもこの陣の中にいるキャラは HP が 3% 以上アップし、会心率も 6% 以上アップと、さまざまなバフを受けることができます。この陣は3ターン持続するので、解除される3ターン目に発動すれば永久的に味方の負担をすることが可能というスキルになってますね。続いて必殺技です。復元の必殺技は全体に HP を元にダメージを与えます。復元自体が HP を上げていくキャラなので、マッチした必殺技というところですね。ですが、復元の必殺技は攻撃がメインではなく、テンプの回復の発動を1回回復することができるっていうのが一番のメリットです。味方全体の攻撃を負担するので、復元自体の HP は消費が激しいので、必殺技を効率よく回して回復ができるようにするのが重要というところですね。しかも微量ですが、追加能力によっておまけ程度に味方の回復もできるっていうのがいいところです。これが地味に強いんですよね。続いてテンプについてです。復元においてですが、扱うならテンプも結構大事なポイントとなります。まず復元が生存していれば、味方に特殊なバフを付与してくれます。これは火ダメマイナス 10% を半永久的に付与してくれるもので、復元をパーティーに入れるだけで発動するっていうものです。入れるだけで味方の耐久値を上げてくれるんですよね。また復元自体が HP 50% を下回ると、自身の HP 80% を元に回復をする特殊仕様があります。しかも割り込みで回復をしてくれます。これにより復元が味方のダメージを負担しても、回復ポイントがあれば元通りになるっていうわけです。こちらは最大2回の累積はできますが、必殺技を使えば回復も可能なので、何度でも発動することが可能だったりします。復元の性能としては、味方の負担もしつつ自身の回復もできる孫悟キャラというところですね。他の孫悟と違った強みになっていますので、使い方さえ覚えてしまえば、かなりの期間活躍してくれるキャラとなります。それでは無突無持ちの復元について、強い点と注意点を話していきたいと思います。まず強みの部分ですね。強みとしては、味方のダメージ軽減で耐久力がアップするという点です。復元がパーティーにいるだけでダメージ 10% カットだけではなく、急患の陣でさらに味方の耐久面をカバーしてくれます。これはバリアと違って、急患の陣さえ発動していれば常に発動するものとなるので、継戦能力を上げてくれるんですよね。なので復元の HP さえうまくコントロールすれば、エンドコンテンツでも問題ないレベルまでいけるっていうわけです。続いて2つ目、会心率アップによるサポートが可能という点です。急患の陣発動によって、味方のアタッカーの会心率が上がるのがとてもいいところとなってます。これにより星々やサルソットといった会心率の条件をクリアできますので、育成途中のアタッカーでも活躍ができるという一面がありますね。続いて3つ目、自己回復により耐久面を維持できるというところです。これは通常の戦闘や連戦でも回復する手間を省いてくれるので、かなりありがたいことかなと思います。よっぽどね、致命傷でない限りは全回復しないっていうことはないので、発動さえすれば元通りになるのがいいところです。しかもありがたいところとしては、模擬宇宙の祝福の影響も受けますので、味方の回復もさらにできるっていう性能になってます。組み合わせさえ覚えていれば回復と耐久を維持できるので、すごく戦いやすい味方だなっていうところになりますね。復元の強みはやはり HP を使った耐久面でのカバーっていったところになります。
また北条の祝福とも相性がいいので意外と模擬宇宙の適性も高いのがありがたい一面と言えますね。それでは続いて不弦の注意についても話しておきたいと思います。まず注意点1つ目、持続ダメージは固定ダメージに弱いというところです。まず不弦に関してですが、持続ダメージは HP 直接の固定ダメージにはかなり弱いところがあります。直接味方の HP を削ってくるのはもちろんなんですが、ダメージが大きくなりすぎるので負担が増えすぎるんですよね。なので特に持続ダメージが出てくるサム戦についてはかなりきついなという印象があります。続いて味方との相性ですが、持続パーティーとの相性は非常に悪くなっています。単純に使う分ならまだいいんですが、相性は良くないというところですね。というのも不弦の回心率アップのバフは持続パーティーにいらないので性能がもったいなくなるという点があるからです。まあ、もちろん無理やり入れることは可能なんですが、まあ相性だけで見た時にはそこまで良くないというところですね。使えなくはないというところです。続いて3つ目です。HP 減少系の味方とは相性が悪いという点ですね。これに関してはケイリーといった HP 減少系の味方とは相性が悪くなるという話です。不弦はあくまで一部負担がメインなので、その元となる HP が減少すると耐久面において崩れていくということがよくあります。 HP 減少系の味方を使うなら不弦よりもヒーラーとの方が相性が良かったりしますので、不弦は採用しづらいというのがありますね。使えなくはないけど相性はそこまで良くないというところです。それで4つ目、全体攻撃に対してワンパンでやられることがあるというところです。最後の注意としては全体攻撃に弱いという点ですね。これはエンドコンテンツでよくある負けパターンとなります。模擬宇宙の高難易度になると全体攻撃のダメージは不弦の HP8000 あったとしても軽く倒れることがあります。これに関しては味方のダメージ負担が大きすぎるのが原因となりますので、ある程度味方の防御力面なども意識する必要があったりするというわけですね。これに関してはどうしようもないところですが、頑張り次第ではカバーできる部分となります。注意点については以上となります。 HP 特化なキャラということもあり、バリアと違った意識が必要ですね。結構全体攻撃に対して弱い部分ではありますが、その点だけは育成を頑張ってカバーするようにしていくというのが大事になります。それではアベンチュリンとの比較も今回はしていきたいと思います。比較する対象としては大きく3つですね。まず1つ目、全体攻撃に対しても弱いという点です。先ほど紹介したように不弦は HP を軸に味方を守るため、全体攻撃に対しては負担のしすぎでやられるということが多くあります。そのため全体に均等にバリアを張れるアベンチュリンよりも全体攻撃に対しては弱いなという印象ですね。まあ打たれ弱すぎるっていうわけではないんですが、負荷が多すぎると無理だというところですね。続いて2つ目です。持続パーティーとは組めないというところです。持続パーティーと組めない部分というところで言うと、不弦の場合はどうしても回心率の無駄が出てしまうんですよね。しかも負担するといっても耐久値の低い虚無キャラは長期戦になるとなかなか厳しい展開が多くなります。それに比べるとアベンチュリンの場合はバリアで HP が減るのを抑えれますので、時間稼ぎができる分持続パーティーとの相性はいいのかなと思います。3つ目は SP 管理はしやすいという点です。SP の管理については不弦の方が圧倒的に管理しやすくなっています。というのもスキルの発動後3ターンは継続なのは確定なので、アベンチュリンのようなバリアの張り直しはしなくてよかったりします。そのため張り直しまでは通常攻撃で SP 回復は可能なので、アベンチュリンよりは優れた点となっています。実際にどちらとも使っていますが、正直なところ使い分けをする感じかなと思ってます。相性のいいキャラはそれぞれいますので、この比較が気にならない方は不弦でもいいのかなと思いますね。それでは装備や編成について話していきたいと思います。まずは公園水からです。一番のおすすめは閉ざした瞳ですね。これを引ける余裕があるならぜひ引いてほしい応援水というところです。 HP アップや EP 回復アップは他のソンゴでも使えるくらい便利なものですね。しかも各ウェーブ開始時に失った HP を回復するのがかなりありがたいなと思いますので、強い公園水になるかなと思います。続いて勝利の刹那です。防御力アップの公園水となっていますが、単純に自身の耐久面がアップするのでかなりありがたいというところですね。続いて記憶の素材です。個人的にはこちらの公園水はかなりおすすめで、効果抵抗を伸ばしつつ不弦の行動不能を抑えれるようになっています。またバリアの付与によって自身の生存率を上げてくれるので、これでも十分な性能かなというところですね。オシオンに関しては余生だったりランドゥなどを使用するといいかと思います。
まあ、貫突できてるなら記憶の素材よりも実は相性が良かったりしますので、貫突具合によっては記憶の素材よりも優先してください。続いて異物とオーナメントについてです。これに関しては正直好みの部分が出てきますね。なので個人的なおすすめとしては2つ目の芳名メッセオイム選手にしてます。これに関しては正直使い勝手で速度を取るか防御力を取るかっていうところになりますので、実際に使って選んでもらうといいのかなと思います。メインステータスに関しては銅は HP、 足は速度、弾は HP、 縄は EP 回復にするといいです。これにすることに必殺技と耐久を両立することが可能となります。それでは理想ステータスについても紹介したいと思います。理想としましては HP は8点以上がまず大事です。とりあえず HP8 点以上になるかどうかでその後調整をしていってください。続いて防御力1400以上ですね。復元自身が意外と攻撃されると脆いところがありますので、防御力は1400以上を意識して上げていくようにしましょう。最後は速度です。134以上がベストとなってます。なるべく張り直しであったりとか攻撃回数を増やして必殺技の回転率を上げた方が耐久面としては伸びますので、速度も意外と大事なキャラとなっています。理想ステータスはこんな感じとなりますが、意外と HP は高めにしておかないとエンドコンテンツでワンパンでいられるということが多くなりますので、気をつけるようにしておきましょう。それでは編成についてのおすすめとなります。基本的にはアタッカーの横に配置するようにしておきましょう。残りの2枠はサポートキャラにするのがベストというところの構成になります。復元、読み、ペラ、銀狼、こちらに関しては意外とマッチした編成となっています。耐久面だけなく会心率のサポートもできる上に、両親も連れでデファフを狙えるのでいいところかなと思います。続いて2つ目は復元、陰月、花火、慶雲ですね。陰月編成においてはこれはかなり便利な編成かなと思います。3つ目は復元、ゼーレ、銀狼、花火、両親パーティーですね。今現在の漁師パーティーとしてはこれが一番いいのかなというところです。で最後、星4を入れた場合は復元、静寂、銀狼、花火です。こちらも漁師パーティーですが、ゼーレの代わりに静寂を入れることによって拡散攻撃で複数体に対応したというところになります。まあ、幅広いアタッカーと相性がいいので、耐久面で不安な時は入れるようにするっていうのが一番いいかなと思いますね。それでは復刻した復元が現環境でもガチャを引くべきか話をしていきたいと思います。まずおすすめの人について話していきたいと思います。まず限定星5ソンゴを1体も所持していない人はおすすめとなります。まあ、ソンゴに関しては正直非常に強いキャラとなっています。そのため1体も所持していない人はまずゲットするようにするのが最優先となりますね。正直いるかいないかで全くエンドコンテンツ系の攻略難易度が大きく変わりますので、おすすめしたいというところです。続いて裏庭など耐久面が足りない人向けです。耐久面についてなんですが、 HP の回復の手間などがあるとそれだけ SP を多く消費するということがあります。消費が多くなるということはそれだけアタッカーやサポーターの行動を圧迫してしまうので、効率が下がるきっかけになるんですよね。その点をカバーする上では耐久面が足りないということがありえますので、復元を取ったりすることで耐久面のカバーをし、回復用の SP を減らしながらアタッカーなどの SP を維持するということができるので、とても相性のいいキャラかなと思います。続いて最後、推しの人です。いつも通り好きなら引いておきましょうという話ですね。何度も言ってますがゲームの持ち目になります。復元に関してなんですが、今後限定ソンゴが増えない場合、ずっと使っていく可能性のあるキャラだったりもします。編成にもよりますが、寿命が長いキャラだと言えますので、推しならなおさら引いてもいいのかなっていうのが個人的判断となります。おすすめしたい人は以上となります。耐久面はこのゲームにとって継戦能力につながりますので、手持ちに合わせて考えていくのが大事かなと思いますね。それでは僕自身のガチャについて話していきたいと思います。現環境で復元を持っていない場合のガチャの判断としては、ガチャを引くべきというところですね。理由は2つあります。1つ目、復元の性能はトップクラスの耐久値だからですね。これに関しては使っていてより強いなと思う部分があるからです。まあ、戦闘が本当に楽になりますね。で2つ目、全体負担は唯一の能力で強いというところです。この全体負担に関しては正直復元だけが持っている能力となっています。他のキャラではない部分となりますね。そもそも味方のダメージ 65% カットなわけですから、味方の生存率が上がるのはかなりありがたいところです。なので今の環境で復元を持っていないとしても、復元を獲得するためにガチャを引くっていうのはあり得る話かなというところです。
正直過去に不弦が弾けたデータと弾けないデータがあったんですけど、その時ってどうしても耐久面に劣るところがあったんですよね。プレイしてての難易度っていうのが全然違かったので、不弦は弾いておくだけでもかなりいいのかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。